どうもおはようございます。オーケストラの指揮してます平林亮と言います。今日はですね、オンラインレッスンを、やる側、先生側と、受ける側で、どうしたことが注意点で、もしくは必要な環境なのかっていうあたりをですね、ちょっとお話ししてみたいと思います。はい。オンラインレッスンですね、メリットの方をここに書いたんですけどね、メリットの方を書きましたが、なんでメリットの方だけ書いてあるかっていうと、デメリットとしてはですね、やっぱり実際対面のレッスンの方が優れてます。基本的に優れてる。例えば私が指揮のレッスンするとしてですね、やっぱり振る感覚が全然わからない人にこう手を持ってあげて、こう実際やってあげるとかもありますし、実際生の音をお互い、例えば先生と生徒が聞き合ったり、こう間近でですね、こういう手の形とか見せることもできますよね。だから基本的に実際会ったり先生のお家に行ったりするレッスンが優れています。はい。ただそれが前提として、その中で何のメリットがあるかというとですね、最大は移動しなくていいってことですね。ごめんなさい、当然のことですね。ただね、これが大きいよね。移動の時間と、受講する側交通費みたいなのも省けますし、で、私関東圏にいますけど、関東圏にいても、北海道から沖縄まで、オンラインレッスンだったら、受講が可能ってことですね。で、単にその移動ができるかできないかということに加えて、例えば仕事が忙しくても本当この合間でね、帰ってきた合間でレッスンを受けざるを得ないとかいう場合、移動が可能だったとしても大変なんで、そこら辺は、このオンラインレッスンを必要としてる人もいると思いますね。であとはね、例えばね、ピアノのレッスンだったら、うち例えばグランドピアノ1台ですけど、キーボードもありますが、グランドピアノ1台で何ていうのかな、もう1台ピアノがない場合、ピアノが2台並んでれば理想的ですよね、レッスンでね。ただもう1台ピアノがない場合、そのオンラインでつないでるんで、その生徒さんのピアノがある状態、もしくはですね、慣れた環境なんでね、受ける方も、自分の慣れた部屋で慣れたピアノで演奏できるっていうのは、メリットといえばメリットかもしれない。はい。で、必要環境で、ここが問題なんですけどね、お互いの通信速度がある程度早いことが大事ですね。で、うちのインターネット環境っていうのは確かね、業界2位ぐらいだったような気がするんですよね。普通に有名な会社の一つですけど、普通によく宣伝してる大手の一つですけど、多くの他社標準に比べて2倍ぐらいの速度なんですね。確かさらに早いのもあるって聞いたんです、この間。それはいろいろ調べた結果、買えないっていうことにしたんですけど、いろいろメリットあると思いますんで。ただ、標準よりは2倍ぐらい速いやつで僕は、確か契約してるはずです。それでその通信速度をこれで測れますよっていうのやったらですね、かなり速い速度が出ました。特に朝、昼間、午前中で、インターネットなんかね、僕がその数値、その単位864とか94とかそれぐらいの速度が出て、でこれが夜とかになるとちょっと場合によって200ぐらい下がるのかな、回線が混んできてね。はい。でも早いんですよ。で、この部屋書斎なんですが、この書斎がその発信元なんですね、うちの場合。なんでここで、有線でつなげるパソコン、
デスクトップパソコンとノートパソコンあるんですが、有線でつなげる、パソコンでここから出力した電波というか、あの LAN ケーブルさせて、これが圧倒的な速さですね。なんでこの部屋で済むレッスンに関しては通信速度が、最も速いですね、私の場合ね。でそのピアノの部屋は、あるんですけど、少し Wi-Fi から距離が出ますが、それでもそんなに遅くはないと思いますね。そもそも回線が速いんで、普通の環境より速い、だから、私が先生でその先生側の速度としては ある程度速いものが基本的には必要だよね。急にねこのご時世でインターネット変えるっていうのも大変だと思うんですけど、そのせめて普通の速度だったとしても有線でつなげられれば Wi-Fi より速いんで、それがいいですね。もし仮にですね、この Wi-Fi のなんていうの、電波飛ばしてる機械、モデムっていうんですか、電波飛ばしてる機械から有線でつなげられる距離でレッスンしてるのに Wi-Fi で受けてるって人はですね、 LAN ケーブル安いんで、LAN ケーブル買ってつないだ方がいいと思いますね、パソコンとかに。それで、でね、ただ受講者の方が、大抵はですね、大抵は別にその特別な回線使ってないし、Wi-Fi で無線で飛ばしてることの方が多いですね。ノートパソコンとか使われる方も中にいます。はい。でこの場合ね、レッスンがじゃあできないかっていうと、できないことはないですね。やってます。ただ速度としてはもうちょっと速い方がいいよなっていう感じはしますよね。回線速度が速ければ速いほど当然ですが、音質もいいし、何よりですね、音質とか画質の問題もそうなんですが、タイムラグがちょっとあるとやりづらいんですよね。タイムラグが減りますんで、回線が速い方がね、そこがポイントかなと思います。なんで例えばこの機会に速い通信環境を整えようかなっていう人は、このオンラインレッスンにはいいですね。それでですね、巷では 5G っていうことが言われてるんですけど、次世代の、通信、速度が実現できるのが、でも一部ではもう始まってるってことなんですが、基本的にものすごく地域が限定されているんで、わかんないですけどね、 5G が本当に一般的に広く普及して、いろんなものの回線が劇的に速くなるというふうに言われてますね。例えば遠隔医療ができる、タイムラグが生じないほどの速さなので、ロボットを操作して外科手術ができるようになるとか、そんなことすら言われてますよね。それこそ車の自動運転とかも 5G でタイムラグがなくなるぐらいの通信速度になれば、実現しやすいとかね、いうことも言われてたと思います。なんでそれが実際にですね、こんなに劇的に速くなったねっていうのを我々が実感できるのが2年後なのか3年後なのか5年後なのか分かりませんが、確実に言えることは 6G っていうのも多分研究されてますよね。なんでここはですね、年数が経てば経つほど、回線が速くなることは間違いなくて、オンラインレッスンがの、通信速度であったり画質音質の問題が、年が経つにつれ、劇的に改善していくことはそうだろう、これは常識的に考えてそうだろうと言えますね。で現状をそのお互いの通信速度が、あまりにも遅かったとした場合、解決法というか折衷案というんですかね、代替案としてはビデオ添削っていうのがありますね。例えば1回のレッスンが50分とか45分とか1時間で、ピアノのレッスンとかするとしますよね。で、通信速度の問題でちょっとうまくいかないなとか、タイムラグ激しいなと、音質があまりにも良くないなとかいう場合は、生徒さんが演奏しているのをビデオで撮って、それに対してですね、そのビデオを受けたものをレッスンする側が見て、それを解説じゃないけど説明していくようなレッスン、もしくは先生側も、ビデオでそれを回答するっていう形もあっていいかと思いますね。どちらかの形かどっちか組み合わせてもいいか、こういう方法はあると思います。で
でビデオなんですけど、まあ、iPhone で基本的に音とか、画質、まあ、かなりいいとされてますんで、まあ、iPhone の比較的新しい機種、まあ、11とか10とかあれば、まあ問題はないんでしょうね。ちなみに私はですね、この動画を上げる関係もありまして、ビデオカメラはソニーのね、6万円ぐらいで買った、4K まで扱うビデオカメラの1個手前の機種で、これ今撮影してるんですね。でね、これ以上画質を上げなくてもいいかなって思います。まあ、画質はある程度これで十分綺麗であるということと、これ以上ね、4K とか画質高いものにこだわっちゃうと、ファイル容量がでかすぎて、多分ですね、こう保存とかがだいぶ苦しくなる気がするんで、まあ、これで私にとってはベストですね。まあ、そこまでですね、別になんていうのかな、なんかグラフィックにこだわる種類の動画ではないんで、まあ、むしろどっちかというと音楽なんで、音なんでね。だからこれ十分かなと思ってます。まあ、ソニーのビデオカメラ、今6万円台だったの5万円ぐらいになってるのかな。なんていう機種だったっけ？なんていう機種だったっけ？ちょっと今撮ってるんで分かりません。ごめんなさいね。でね、このソニーの僕が使ってるカメラに、このソニーの専用のマイクを上部にこうはめ込めるような設計になってまして、そのマイク使ってますね。このマイクは音質は、いいと思います。うん。だからまあなんでか知らないんですけど、僕のピアノ動画のピアノの音っていうのは割といい感じに撮れてると思うんですね。いろんなそのピアノを上げてる YouTube チャンネルを比較して、あれ割と音がいいなと。なんかね、割とそのなんていうのかな、硬い音で入ってるチャンネルがすごく多いんですよね。まあ演奏の内容とは関係ないです。ピアノの音質ですね。はい。だからまあこだわりたい人はですね、いいビデオカメラ買っていいマイクつけてってやると、まあ再現性は高くなりますが、まあ iPhone って基本いいのではないかと。まあ好きな人とかね、機器に詳しい人いくらでもいると思いますから、そういう人はで、まあマイクもつけてますよ僕は、と。はい、こんな感じかな。はい、まあ最大のメリットはですね、まあ移動の手間を省ける、まあ仮にですね、海外からでもオンラインレッスンそれぞれにやり取りできるって、ここはいいんじゃないかな。ああ、その語学のレッスンとかもですね、まあカフェで待ち合わせとかここで待ち合わせとかね、そういう語学の交換をするための専用のなんかそういう場所も確かあったと思いますけど、まあ、それもいいんだけどね。まあでも対面でいきなり初対面の人会うのがちょっと怖いとかそういう問題もあるかもしれないんで、オンラインでまあ、できるんであれば、それに越したことはないですよね。まあ、首都圏ですでにその 5G をはじめとした相当早い回線が対応している地域にお住まいの方は、まあ、インターネット代は月々上がると思いますが、まあ、それもいいと思いますし、まあ、これからの時代、まあ、僕が言うのも嫌なんですけど、音楽のことじゃないですよ。結局その音楽に関してはオーケストラとかは集まってやるしかないんで、回線を早くしようとですね、マイクを買おうとパソコンを買おうとですね、対抗する手段はないんですけど、このコロナの時代に対して。ただ、まあ、普通の仕事とかですね、仕事の事務的なやり取りがその自宅ワークに変わってるっていう人も少なくないと思うんですけど、まあ、っていう意味でインターネット回線とか、まあ、カメラとかマイクとかパソコンとかね、そういうのを、まあ、これを機に環境を整え直すっていう人がまあ多く出るでしょうね。うん、で、まあ、パソコン、そう、スマホだけで全部済ませてる方もいると思うんですけど、パソコン使わないと。まあ、パソコンも大事だろうね。うん、スマホだけよりよっぽど可能性が広がりますね。僕が今メインで使ってるパソコンっていうのはデスクトップパソコンで、これはまあ若干業務用パソコンというか、まあ、動画の編集とか、そういう中で重いソフト動かすにも耐えられるパソコン使ってますね。50万ぐらい、したパソコンです。それぐらいのスペックを買って、なんていうか最初にこう設定していいスペックにして取り寄せたっていうやつです。で、まあ、もう一台 Windows の Surface のね、
サーフェイスの一番下位の機種じゃなくてその次の機種、これも高かった、20万以上したと思いますが、このノートパソコン使ってますね、 Windows。 まあ僕 Mac 使ったことないんでね、その使ったことないから最初に覚えるのめんどくさいなとか、そのいろいろなんか USB とか知りませんが、この周辺機器の規格も違ったり、そのアダプター買うとかよくわかんないのめんどくさいなと思って、Windows しか使ってないんですけど、まあ古いですかね、携帯は iPhone だけどね。でそのまあ iPhone とか、Apple のその Mac 使ってる人もたくさんいると思いますが、 Mac でもね、いい機種は動画の編集にも耐えられるしいいと思いますが、Windows のね、Surface Book かな、うん、Surface のパソコンで、もう相当いいですよね、うん、かなり快適に使ってますし、まあ、ヨーロッパを飛び回る時もですね、その重いんだけどね、あ、重いのがたまに傷だな、けどまあ持ち歩いて、まあ、有効に使ってました、はい。それ以前のですね、それ以前のなんていうのかな、もうちょっと安いパソコン、手に入りやすい、まあとりあえず例えばいくらかな、まあ10万円とか10万円を切るぐらいのパソコンは、うん、まあ僕にとっては使いづらいね。まあ本当に最低限の機能、メール返すとかですね、まあ、インターネット見るぐらいだったらギリギリいいのかな、ちょっと使いづらいですね、はい。ということで、オンラインレッスンは、明確なメリットもあれば、まあ音質とかね、タイムラグとか、そのインターネットの速度が課題点なんで、一応折衷案みたいなのもねありますよっていうことですね。うん。まあ、僕は指揮とピアノと、まあ、他のそのオーケストラの楽器もですね、まあ、技術的に、よくわからない楽器もあるんですけど、実際自分が細かく演奏したことない、まあ、でも指揮者であるっていう観点からですね、普遍的な音楽のことをアドバイスできるという意味で、いろんな楽器の人にもまあレッスンしますし、まあ、あとはですね、僕はその作曲家専門ではないんで、細かいところの和声のですね、難しい和声分析をするとか、そういうのはまあ苦手というかできないというか、やろうとしてもものすごい時間かかるんで、そのまあ対法とか和声学とかですね、そういうことは全然自分の専門外ですが、ただ演奏家が演奏する上で必要な分析っていうのはやってきてるんで、そのまあ指揮者がやるというか、僕が今まで楽曲を演奏する際、その必ずしも和声分析ってことじゃなくて、まあフレーズをここで分けるとかですね、もしくはここに気をつけるとか、まあ、自分なりに培ってきた楽譜の研究の仕方というか深め方みたいなのだったらまあ教えられますね、うん。だからなんていうのかな、作曲家の先生方がいろいろなその和声楽とか大法の学問とか、まあ、そういう感じではできませんが、それ以外だったらまあできますという感じで、ですね、はい。ということで、まあ、世の中はまあ今後ねどうなっていくかわからないんで、まあいろいろその環境をね整えることがみんな必要でね、まあなんかパソコンの生産が追いつかれるとかそんな話聞きますけどね、うん。まあ、最後にその我々そのオーケストラやる人間とかはですね、全く代替が効かないんで、まあそれは解決しようがないですね今のところね、うん。まあそのリスクはねゼロにすることはできないんであれば、ある程度許容してどっかの時点で再開せざるを得ないと思います、はい。それは別にお店の経営とか、今も電車乗って会社行ってますよねみんなね。じゃあ電車乗るなっつって、それが無理な人はまあたくさんいるわけですよね。まあそれと同じように、オーケストラももちろん、新型コロナのリスクをゼロにすることはできないんですが、ある程度リスク許容して始めるっていう、まあ、ところがまあたくさん、まああるようですし、またこれプロオケとアマオケで事情が全然違いますがね、うん。はい、ということで、まあ、参考になる方がねいらっしゃったら幸いです。ご視聴ありがとうございました。失礼します。